ことしたんだ。だからシャムロックに入れて。バーカ、お前の実力じゃシャムロックに入れてもらえねえよ。すごい人気だな、あの子の信奉者がこんなに。まさにアイドルって感じだね。可愛いし歌も歌えて、いろんな要素が複合的に話題性を呼んで、これだけのファンを作ってるんだろうね。音楽妖精プーカっていうのもなんかしっくりきちゃうよね。そうだね、あの種族を選ぶ人ってかなり少ないって聞いてるよ。それにしてもキリト君は、あの隣にいる男はかなりの手だれだ。すごい記憶を感じるぜ。一度手合わせ願いたいな。なるほど。なんだクライン、お前も見ていたのか。どうした、お前の好みは確か。まあな、セブンちゃんはちょっと可愛いなって思うけどよ。それにしてもすごい取り巻きの数ね。この人たちみんなあの子のギルド、シャムロックの一員なの？きっと違うと思うな。ほとんどがただの見物客か熱心なファンか。シャムロックはあの子の周りにいるほんの一握りの人たちだけだね。へえ、フィリア詳しいじゃない。まあね、情報収集はトレジャーハンターにとって欠かせないから。で、あれ、ギリとは驚かないの？なあ、実は俺もシャムロックについて調べてたんだよ。なるほどね。まあ、つまりシャムロックはえりすぐりの精鋭部隊ってことね。あのセブンって子すごく弱いの。ステータスだって私たちの誰よりも貧弱だし。そうなの？でもシャムロックってギルドは ALO の中じゃかなり高ランク。うん、そう、シャムロックに所属するプレイヤーたちは相当な手だればかりだ。あの子は自分で戦わずに周囲に戦わせてギルドとしての戦績を上げているということだ。自分で戦わずにそういう風に攻略していくスタイルもあるのね。クエストランキング上位100人の中にシャムロックのメンバーがなんと30人もいるんだよ。そしてその中でも最強なのが。あんたサラマ。え？何だったんだ今の。今ユージーンが睨みつけていたイケメンスメラギがシャムロック最強と言われてるの。あの刀を持ったウンディーネの男だな。ユージーンは先日のデュエルであのスメラギに敗れたらしい。あのユージーン将軍を？そんな。あ、そういえばそのスメラギって人はね、あのセブンちゃんが最も信頼を置いている人物らしい。友人将軍にスメラギか。でも俺もいつか戦ってみたいな、正々堂々。うん、あの中央の行き島どうやって行くのかまだ分からない。高度制限があるから飛んではいけないんだよね。何か方法があるはずだよ。調べてみる必要がある。装置、あ、お兄ちゃん。あの羽飾り、
ャムロックか。スメラギってあんた、シャムロックのメンバーだろ。ああ、そうだ。お前、ああ、セブンの研究は興味あるな。ネットワーク社会の未来を担って。へえ、お前、話がわかるじゃないか。気が合いそうだな。俺もそう思うよ。エールをプレイヤー同士仲良くしようぜ。困ったことがあったら手伝ってやるよ。それなら早速なんだけどさ、ちょっと聞きたいことがある。俺たちこの装置を調べてるんだけど、動かすためのヒントとか知らないか。ああ、それならこの近くにある遺跡が怪しいぞ。この装置を作った職人が昔住んでいたらしいんだ。そうなのか。おい、スメラギさんを待たせるんじゃない。早くしろ。はい、すみません、今行きます。ああ、またな。じゃあ早速、その遺跡。はい、ここか。フィリア、新エリアに来てからさらに張り切ってるよな。それはそうよ。前のエリアでも特殊効果付き武器や豪華な装飾品もあったのよ。ってことは当然、解放されたばかりの新エリアでも。この扉開かないよ。どこかで鍵を手に入れないと。よう、キリトたちもこの遺跡だが、その調子だとまだ手に入れてない。クライン、もしかして。おうよ、ほら。やった、開いたよ。 NPC から情報を集めててな、助かっただろ。それじゃ俺はここで失礼するぜ。一緒に行かないのか。すまん、今受けてるサブクエストが終わったら合流させてくれ。後で街で会おうぜ。ああ、ありがとな、クライン。扉の前を。この像をなんとか。ダンジョンのどこ。このいかに。
ここがボス部屋。このままボスに。そう来なくちゃ。このボスはそんなに強くないようです。やっつけちゃいましょう。テキッカッハッよっハッセイやれるでしょ。おめでとうです。アイテムゲットしたよ。古い書物と鍵ね。一体何に使った。この鍵錆がひどい。そうねね、何か特殊なアイテム。せっかく手に入れた鍵。こっちの書物の方はさっきの装置を動かすヒントが隠されてるのかもしれないね。ああ早速。この文字、これってこっちの図は、つまりあの装置はだとするとこっち。もう少し。そうだね。We'll be right back.